沼田城主の下公園には平八石と呼ばれる石がある。このわし沼田平八郎景義にゆかりのある石じゃ。この平八石は真田昌幸が沼田平八郎景義の首を実験の後に乗せた石と言われています。景義は神津家の国利根郡を治めた国衆で、沼田城を築城した沼田番記載秋康の側室の子です。摩利支天の再来とまで言われた優勝でしたが、内紛により越後に落ち延びていました。天正9年、丘陵への復帰を目指して沼田城に兵を進めましたが、叔父である金子美濃守安清に沼田城を明け渡すと欺かれ、沼田城内に招き入れられたところを謀殺されました。亡骸は小沢城跡に葬られ、沼田大明神として祀られています。平八石に置かれた景義の首は自身の胴体を求め、ここ小沢城跡まで飛んでいったという逸話も伝えられてきました。戦国の時代、さまざまな思惑が錯綜し、厳しい戦が繰り広げられておったのじゃ。皆もこの場所で歴史に思いを馳せるがよい。